Peggy 12. はい、皆さんこんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。今回は久しぶりにスタジオからお届けすることになりました。まあ私の部屋からの放送もそろそろ飽きてきた頃だと思いますしね。実は今までのスタジオとちょっと違うところ、より広いところを借りてやっています。皆さんソーシャルディスタンスをスタッフも保ってですね、感染予防対策に気を配りながら、進行しております。では早速参りたいと思います。まず最初に新しく追加されるミーファイターコスチュームのご紹介です。こちらをどうぞ。というわけでフェイント気味のご紹介になりましたけどね、ファイナルファンタジー7以降 FF7 と呼ばせていただきますが、 FF7 ゆかりのコスチュームが増えました。エアリス、ティファ、バレットが入っていますが、これらに専用のヘアセット、つまり髪型はないんですね。これはミーファイターの方で、適当に調整をして入れていただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。まず最初にセフィロスとはクッパ大王謎を除いてゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。 FF7 に登場した伝説のソルジャーです。とある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を我が物にしようとします。特徴は長い剣の正宗。最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。参戦ムービーも FFAC ファイナルファンタジーアドベントチルドレンに寄せてみました。いやー、何しろマインクラフトの後に FFAC ですからね。このダイナミックレンジの広さはやっぱり退屈しない仕事だなと思います。面白いですね。では、ここから私が操作を直接行いながらご紹介をしたいと思います。例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、また、開発中のものであることもご了承ください。では参りたいと思います。はい、これがエマブラにおけるセフィロスです。最大の特徴、やっぱり剣が長いことですね。剣が長いのでリーチがとにかく広いです。そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすいということ。そしてその長身の割には軽いんですね。すぐにやられちゃう。カラーバリエーションには上半身裸版を 7P、8P に用意しました。まあ全体的にテフィロスだから暗いイメージというのは保ったまんまにしますが、
7P、8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい、目障りだ。声は日本語のみの実装になります。ご了承ください。そして、最大の特徴、セフィロスがピンチになるとこのように片翼が生えます。片翼が生えるといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し増します。そして、空中ジャンプがもう1回できるようになります。つまり3段ジャンプができるようになると。そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーアーマーがつくようになります。こんな風に一方的に打ち勝つことができる。とは言ってもダメージを防げるというわけではないので、使いすぎにはご注意です。例えばワンミスするとなくなります。相手を撃墜するとなくなることもあります。ピンチは単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を俯瞰して判断されます。例えばストック数が優勢の時には 100% 超えてもまだ片翼が出ませんね。やっと出ました。ストック数が劣勢の時にはもう 30% 程度で片翼が出てしまうと。こういう違いがあります。それでは通常技の説明、基本的な技をご紹介したいと思います。でもその前にスイートスポットについてお話をしておきます。例外もありますけれども、斬撃の場合、刀身の中央少し前寄りが強いんですね。例えばこういう位置の場合、斬撃をするとこのようになります。一番近いのが7、真ん中が12、先端になると9になっていますね。ダメージが、斬撃は中央が一番強いのですが、突きみたいなものは先端が強いことが多いです。ご覧の通り。まず弱攻撃、他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、セフィロスの技の中では特に早く出る方なので、相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃、前の方に踏み込みながら攻撃する技で結構なリーチもあります。また、吹っ飛ばしも十分にありますので結構使える技かと思います。次に横強攻撃、見ての通りリーチがかなり長いです。そして上下に打ち分けすることができます。例えばダウンした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙って打つといいですね。次に上強攻撃、当てにくいですがリーチが長く判定も持続するという特徴があります。目の前にくっついた相手を打ち上げることもできます。また、例によって突き攻撃ですから先端が一番強いです。次に下強攻撃、移動するので牽制に向きます。姿勢が低いので相手の攻撃を、くぐり抜けて攻撃することもできるかもしれないです。ただし相殺されなければの話ですが。次に横スマッシュ攻撃、威力のある全力スイングです。リーチも威力も吹っ飛ばしも十分にあります。だけど隙はかなり大きいです。仮にかなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうのでご注意ください。次に上スマッシュ攻撃、かなり広範囲を襲う技です。地上の前後の相手にも当たります。まあ、相応に広いですが隙はやっぱり大きいのでご注意。下スマッシュ攻撃、これは瓦礫で結構広範囲を攻撃することができます。威力も高めです。地面に当てないと瓦礫は出ませんが復帰阻止をすることは可能です。あと大事な機能、下スマッシュ攻撃はシールド破壊が強めです。次に通常空中攻撃、この手の技としては範囲が全体的に広めですね。隙が大きいセフィロスの技としては早く出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。次に前空中攻撃、かなり長いリーチを誇る主力技です。リーチの長さを生かしてこのように復帰阻止にも使えます。だけど当たりがすごく細いので見ての通り小ジャンプ攻撃なんかが当たらないんですね。なのでそういう場合横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。
そしてもう一つ特徴がありまして、なんと前空中攻撃、壁に突き刺してジャンプすることができたりするんですね。これをいかにして使うかというと、こうフェイントに使うなどが考えられますね。そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高いです。なので前空中の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出して当てることが大事なんですね。そうじゃないと地上の敵に当たらないので、小ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るから、それを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生13フレーム、後ろ空中攻撃は15フレームとなるんですけど、いやそんなこと言ってちゃいけないですね。このゲーム、愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなので、そんな細かいことを言うのは、まあ大会に出る人ぐらいでいいんじゃないかなと。というわけで、前空中攻撃当てると楽しい、後ろ空中攻撃も当てると楽しい、そんな感じでいかがでしょうか。次、上空中攻撃、広範囲の投げ払いです。先ほどの上スマッシュ攻撃と似てますね。まあ実際代わりに使うことだってできます。前方の攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは獄門と言われている急降下攻撃です。例によって床上からの攻撃にも使えます。攻撃範囲はかなり広く、しゃがんでいてもこの通り。またその刀身の長さからものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰措置も可能かと思います。一応メテオもありますが、ちょっと崖外では使い物にならないですね。自分も自滅しちゃいますから。もしもメテオを使いたいなら、足場は最低限キープして使った方がいいですね。次に掴みや投げですが、剣を持ってるファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。これ前投げ、後ろ投げ、テレポートして投げてますね。上投げ、すぐにコンボにつなげます。そして下投げと、まあ、投げの威力は低いといえど、何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので、いろいろ検討してみてください。それでは、必殺技のご紹介です。通常必殺技は貯める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。ほぼ貯めずに撃つとフレア、距離が比較的長めで最後に爆発を行います。ちょっとだけ貯めるとメガフレア、それよりは距離が短いですが威力が抜群の攻撃を行います。そして最後まで貯めるとギガフレア、大爆発を起こして相手を強く吹っ飛ばします。フレアでさえ発射にはかなりの時間がかかりますが、威力は絶大です。シールドボタンにより、途中でタメを止めることはできますが、タメの保持はできません。性質上ギガフレアは空中では使えないことになると思います。タメ時間が長すぎるんですね。ギガフレアにはこんな使い方もあります。スマッシュをこう混ぜてみたんですね。またこういう使い方もあります。掴んじゃう、こんな目の前で炸裂するなんて使い道があるのか、なんていうことも考えられますが、実はちょっとあるんですね。それ後で説明します。一応吸収もできるんですが、大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。反射もできます。反射はギガフレアは絶対に反射されないことをお勧めします。もう蓄積ダメージゼロでも即死ということになりかねないですから。3つも飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなしてもらえればなと思います。次に横必殺技、シャドウフレアです。なんか地味な飛び道具ですよね。
とにかく細い球を打つだけなんですね。溜めることはできるけれども見た目そんな大きな変化があったようには見えないですね。でも、この球全く異なる概念を持つ飛び道具です。この細い球を相手に当てると周囲を回転する球になるんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発をします。溜め度合いや重ね掛けによって相手の周囲を回る球の数が増えます。最大5つまで。なおシールドをすることは可能です。シールドされることを見越して掴むことも可能です。なお発射時に向きを変えることもできます。こういう使い方もできるかもしれないです。このシャドウフレアは大乱闘の場合誰かが巻かれると第三者に対してなすりつけができるんですね。まあどっちに転んでもセフィロスには有利ですから使うに越したことはないと思います。なお吸収することは可能です。反射することも可能です。まあ実用的に攻撃に使うのはちょっと難しいかもしれませんが、ちなみに拾うことも可能です。拾うとどうなるか、こうなるんです。人の周りについてるものを拾っちゃうこともできちゃう。親切ですね。上必殺技一閃です。これ、すぐに出せる直線攻撃系の技で、ファイアフォックスなどに似ていて、好きな方向に打つことができるというものですね。相手に対して距離を取るためにも使えますし、こうフェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一閃だったのですが、ボタンを押し続けると八刀一閃という8回切りつける技になります。こういう突進系の技には珍しく十分な撃墜性能があります。地上で出せば崖際では止まってくれます。だけどちょっと浮くともうどうにもならないので要注意です。飛距離には少しだけ差があります。これ一閃、これハット一戦。ハット一戦の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時にはハット一戦を使うのがいいですね。もちろん本来は復帰に使うためのものです。一戦はすぐに崖に捕まることができますが、ハット一戦は少しだけ上の方に飛び出してしまいます。それを使って攻撃をするという手もありますが、この違いにはご注意ください。次に下必殺技閃光と言います。ハニカムシールドから閃光を一連で放つ技でカウンターのように使えます。カウンターと異なり当たっても当たらなくても閃光になるのがポイントです。受けた攻撃の強さによって閃光がパワーアップします。見てくれの通り後ろからの攻撃には無効です。なお残念なことに飛び道具は反射できません。防ぐことはできるんですけどね。さらにカウンター系としては珍しく強い攻撃に破られてしまうんですね。最大チャージショットなんかもまあ厳しい攻撃です。ただしダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできます。特に攻撃力のある上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいですね。最後の切り札はスーパーノバ。セーファセフィロスがメテオで超新星を起こし星ごと破裂させるというダイナミックな技です。ここそれぞれの人たちが違うリアクションを取ってるというのにお気づきになりましたでしょうか。お気づきにならないと思うので寸前で止めてみようと思いますが、右から1人は吹っ飛び、一人はキノコ、そして一人は、シールドブレイクを起こしているように見えますよね。原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。吹っ飛び、フラフラ、寝る、スロー、お花、キノコなどですね。フラフラになりましたね。こうなったらさっきのギガフレアからの横スマッシュなどで蓄積ダメージ 0% からの一挙撃墜なども狙えるわけです。お花はダメージが大きくなります。普通に食らうよりもさらにでかくなってしまう。もうこんなにいっちゃいましたね。これはキノコ、キノコは怖いです。
突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などといろいろアドリブ性が求められる、スーパーノヴァ、お楽しみいただければと思います。ところで、クラウドの偶数カラーの切り札にも手を入れました。それも超級武神火山バージョン5です。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンに登場し、合体拳を分離させる技ですね。攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあこれも原作ファンにはおなじみのものですね。次にステージのご紹介です。北の大空洞というステージを作りました。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、背景がストーリーを追うようになってるんですね。これなんと FF7 の終盤の展開を含んでしまいます。しょうがないけど。なのでこれネタバレを見たくないという方は回れ右をした方がいいかも。いや、しなくてもいいかも。何しろ二十数年前のゲームですからね。まあそれに新しいリメイクでこのようになるとは限らないということなので、まあ見ていただければ幸いです。それでは参ります。北の大空洞、ファイナルファンタジー7で最終決戦が繰り広げられたところです。約束の地、そしてリユニオンの終着点ですね。火口のような北の大空洞を俯瞰し、そして遠くにはジェットエンジン化したハイウィンド第二形態も飛んでいます。セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決してかけた白魔法ホーリーを解放するというのがパーティーの目的です。星の体内にどんどん降りていきます。原作にもこのように段差のようなところがありましたね。ぴょんぴょんジャンプしたりしましたけれど、北の大空洞は2000年前にジェノバが落下したところと言われています。そしてその後古代種に封印され、神羅に発掘された箇所です。この辺りはディシディアファイナルファンタジーのステージに採用されたこともありますね。ジェノバ、シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。基本的な床もこの辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。ホーリーが発動し、そしてパーティーは脱出を図ります。逃げろーと。そして眼前に広がるメテオ、そしてホーリーが飛び出しメテオの阻止に回ります。ハイウィンドはここで密かに第三形態になっていたりします。しかしホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという、こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。それでは実践に移りたいと思います。今回は勝ち上がり乱闘をやってみたいと思います。例によって、本気度は一番高くして始めます。なぜかというと、これボスラッシュが楽しめるんですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。まあもともとボスキャラらしいセフィロスだからこそ、そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って入れてみました。だけど当然手強いので気をつけなきゃいけないですね。最初はリオレウス、しかしつくづくなんてゲームだ。いいのかこれは。まあレウスですからね、すぐに飛んだりとか逃げたりするのが合ってるんじゃないかな。尻尾くれ、尻尾をくれ。でもその前に面白いもの拾ったな。投げちゃった。お、落とし穴。いて。お、尻尾やりましたね。これも食らって。
セフィロスの最後のとどめがタルって。はい、次ガレオムです、スマブラ X を放送させますね。音楽も懐かしい感じ。まあまあそんなに怒るのはやめようよ。お、ちょっと食らっちゃった今。あ、握られてますね。まあまあそんなに怒らない、怒らない。真っ赤じゃないですかもう。はい、危ない危ない。はい、ちょっと怪奇物っぽい、怖いと言われてるマルクですが、このキャラ本当はもっと怖かったんですよね。年齢推奨制限で引っかかっちゃいましてね、しょうがないからマイルドにしてみたんですけど、個人的にはもうちょっと怖くしたかった。お、魔界植物かな。お、割れた。自分が割ったんじゃないです。お客さん目が変になってますよ。おっと、おっと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 、危ない。ああいう血管表現とかが特に怖いって言われてるところですよね。今のもちょっとキモい。ああ、次次。あ、惜しいな、パーフェクト取れてないな。次、ドラキュラ伯爵です。一番最初の伯爵状態だと、なんだ伯爵状態って、頭にしか判定がないから、そこは気をつけなきゃいけないですが、見ての通り、ウエスマッシュとかで当たりがあるから、それはジャンプするよりも楽かもしれないですね。ここは素直にシールド。うん、無理すんのはやめよう。おーっと、無理した方が良かったかな。さて、ここからが本番です。先生、そう、スマッシュ横とかをうかつにやると全然隙がでかくて反撃食らっちゃうんですよね。気をつけなきゃね。本面弾みたいな。いかんね、またやっちゃったね。うん、なんとか片翼は出ないで済みましたね。いや、出してもいいんだけど、むしろ出した方が。次、魔王ガノンは戦い方をよく考えないといけないですね。何しろあの光ってる尾っぽにしか判定がない。いや、判定はあるんだけど、他がみんな全身無敵になってるという。まあ無理せず行きましょう。チャンス貯めちゃおっかな。痛いだろう。お、僕も、もっと危ない。よしよし。これど、あ、よしよし。次、ギガクッパです。スマブラデラックスみたいな。やっぱり攻撃が思ったよりも広いので、なんとかしなきゃいけないですね。発動一線で抜けてみたりして、まずい、ここまずい、危ない。ああいうことをしていちゃいけないんです、本当は。何しろこれ掴みがありますからね、この人。危ない、結構間合いが広いよ。届かないしね。まずいね。
結構当たってないように見えますけど、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。おこれも良くない、ちょっと届いちゃう。よし、獄門。本気度 9.9 いっちゃいました。はい、マスターハンドとクレイジーハンドです。それが北の大空洞でなぜか戦うという、これは最初からまずいね。ピヨッタ、まずい。もう6にダメージを与えていないのにすでに蓄積ダメージが。吸われたくない。うわー、このアングルを小さくされるのとても危険。ここでダウンをさえできればいいぞ。もう一回いってー。ついに肩欲が出てしまった。まずい、これはまずい。まだ諦めちゃいけない。はっ、ほっ、こいこい。さすがにできなかったか。お、これはいけるんじゃ。あとはクレイジーだけ。でも一撃くらいはやられそう。今掴もうとしたね、君。一人で10体ぐらい倒せばいけるかな。よし、はい、終わりました。お疲れ様でした。さらばだ、獄門。本気度 9.9 のまんまでしたが、はい、お疲れ様でした。ボスラッシュモード楽しんでいただければ幸いです。次に楽曲のご紹介です。楽曲のリストはこちらです。新たな曲は9曲も追加され、FF 曲がなんと11曲になりました。うち4曲がアレンジで、いずれも聴き応えがあるアレンジになっています。これらミッドガルステージにも追加されます。今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをしてスクエニさんはケチだというような話をする人もいるかと思うんですが、それは違うんですよと大きな声で言わせていただきます。やっぱりですね、例えばキャラクターが何かのゲームに出る、コラボするという時にも曲なんて1曲もないっていうものの方が多いじゃないですか。世界で全て問題ないように、許諾を取らないといけないんですね。まあ中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたりとか、国によって全然違ったりっていうことを、権利をみんな解決して実装しているんです。だからつまりスマブラがちょっとおかしいということで、認めていただければと思います。さて、肝心の配信日です。12月23日に配信予定です。これはクリスマスイブイブですね。ファイターパスボル2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。ところで、毎回スマブラに新キャラを加えるというのは本当大ごとなんですよね。だけどファイターが多いだけに、ファイター選択画面では多数の中の一つで埋もれてしまうんです。これで良いのだろうかと思ったりして。セフィロスはボスだから、ボスとしての強さにスポットを当てたいと思いました。そこでこれを見てほしいんです。なんとボスとしてのセフィロスと戦える期間限定出現の特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば、先行してセフィロスと北の大空洞ステージを使うことができます。イージーノーマルはそこそこにするけれど、ベリーハードはかなり難しくする予定です。本当は最初に選んだ難易度をクリアできなければ、正式な発売日までセフィロスを先行して使えるようにはしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れるようだけど、ハードすぎるかなと思い、さすがにそれは取りやめました。
セフィロスチャレンジの配信日は12月18日から12月23日10時までの予定です。もちろんセフィロスを買っていないと実現しないので、これもご注意ください。さまざまなアップデートは本配信の23日に行われます。 2P クラウドに超級武神ハザバージョン5が追加されたけど、これも23日からです。できれば楽しいと思い、セフィロスチャレンジを考えたけれど、実装には思った以上の手間をかけてしまい、スタッフには申し訳なかったです。ですがこの5日しか出ていないモード、できればいろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ、楽しんでいただければ幸いです。戦場、小戦場、大戦場、終点において全局抽選と折れ局セレクトから抽選方法が選べるようになりました。全局抽選とステージセレクトからの選曲は全てのステージ局が対象になります。折れ局セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場の折れ局セレクトの中から抽選されます。あとゲーム内でご紹介することができなかったので、セフィロスの勝利画面なんかもお出ししたいと思います。こちらです。以上でセフィロスのプレゼンを終わりたいと思うのですが、今回本当に収録に苦労しました。何せ機材トラブルがありましてね、どうも音響とかにノイズが混じるんですって。もしもうちで自宅配信の時にこのノイズが混じっていたら、もう配信できなかったんじゃないかなと思います。確認できるっていうのは大事ですね。そういう意味でスタッフさん本当にお疲れ様です。というわけでお開きです。どうもありがとうございました。